皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の国語の漢字の解説動画になります。漢字の読み取りに関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。漢字の読み取りその4、第1問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは在庫です。第2問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは正々堂々です。第3問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは基本です。第4問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えはあるです。第5問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは寄付です。第6問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは養殖です。第7問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは在住です。第8問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは報告です。第9問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは一同です。第10問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは内容です。第11問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは気候です。第12問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは基地です。第13問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは在学です。第14問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは寄せてです。第15問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは報いるです。第16問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは起点です。第17問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは時報です。第18問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは容器です。第19問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは予報です。第20問、次の文の下線部の漢字は何と読みますか？答えは本堂です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。